これはソニーグループの半導体製造子会社ソニーセミコンダクタソリューションズが今日明らかにしたものです新たに取得する土地は現在菊陽町で建設が進む TSMC 工場の北西側でコース市高場のおよそ27ヘクタールです土地の用途は公表されていませんが新工場を建設してソニーセミコンダクタソリューションズが強みを持つ スマーートフォンン向けのセンサーを生産すする見通しです新工場が完成するとソニーグループとしては菊陽町の工場に次ぐ県内2か所目の生産拠点となりますソニーの担当者は今回の土地の取得について景気が不安定な中で将来に備えての取得とコメントしています